認するよ。ルールその1、お互い隠し事はしない。運命共同体。ずっともじゃん。当たり前じゃん。そうすれば誰も逃げられないから。逃げないよ、覚悟の上じゃん。わかる。それからもう一つ、お互い隠し事はしない。でもみんな一つだけ嘘をつく。すべてをさらけ出す代わりに一つだけ嘘をつく。乾杯。僕のことをパンツ博士だと思ってる。はい。皆さん0点です。わかります、このリアクションの不自然さ。調子乗んなよブス。プレーよ。さあ世界のことを知りましょう。愛情と憎しみは両立しますか。はい。カニが好き、でも甲殻類アレルギー。そういうことじゃないと思う。なんでここにいるの。何そんな仲良さげに話してんの。あんな目で見つめられたらやっぱり、なんかいろんなことがどうでもよくなってきちゃって。もし花ちゃんに新しく好きな人ができても、それを心から応援できるんですね。なわけねえだろ。これルンバですよ。見て、猫とルンバが遊んでる。仲良しだね。それに比べて人間は、だからいつでも終わるんだったらもうどんとこいって感じっすよ。よろしく。だって私たち仲間じゃん。ずっともじゃん。